現代の日本において一人一枚は保有しているとされる IC 機能付きカード。最も流通しているものは公共交通機関を利用する際に使う Suica やパスモではないでしょうか。この小さなカードには日本の技術者たちの執念とより良いサービスを提供したいという熱意がこもっていることはあまり知られていません。もはやなくてはならない存在になった IC 機能付きカードの開発は日本人のひたむきな努力、執念、そして情熱がなければ誕生していなかったはずです。今回は小さな IC チップに全てを捧げた日本人技術者たちの執念のドラマです。新技術。昭和50年代、国鉄は全国に展開した鉄道の運営がうまくいかず、毎日50億円の赤字を出し続けていました。合理化を図る経営陣と労働組合の争いが激化し、乗客を置き去りにしたままストライキで電車が止まることはしばしばでした。利用者からは抗議が相次ぎ、国鉄は破綻寸前の状態まで追い込まれていたのです。昭和60年、国鉄の技術開発研究員三木明夫はこの事態に危機感を募らせていました。この頃、私鉄各社は改札の混雑緩和を目的とした自動改札の開発に注力し、利用者から支持を得ていましたが、国鉄に関しては一向に改札の混雑は解消されない状態が続いていたのです。三木は鉄道事業そのものを抜本的に変える改革が必要であると考え、ある一つの新技術を活用できないかと模索していたものの、答えを出せずにいたのでした。その新技術こそが IC 集積回路です。三木は IC の技術を勉強していく中で画期的な発想を考案します。 IC チップは離れた端末に記憶した情報を無線で飛ばすことができるため、これを駅の改札に設置すれば混雑は解消されるはず。この夢の技術を実現することにかけてみようと決心したのでした。国鉄解体。昭和62年、三木は電機メーカーと協力し、鉄道用の IC カードとカードを読み取る改札機の開発に着手しますが、37兆円の負債を抱えた国鉄は解体。3万9000人が退職。6つの旅客会社 JR に分割されたのでした。解体後の国鉄は大幅な人事異動やサービス改革が実施され、去るも地獄、残るも地獄とさえ言われるほどの組織改革が続いていました。そんな中、組織改革に不安に怯える一人の技術者がいました。車両整備担当の椎橋昭夫。幼い頃から鉄道に魅せられ、日本全国すべての鉄道に乗車するほどの鉄道ファンでした。椎橋にも組織改革の命令が下り、上野駅の施設整備に移動。車両に囲まれた幸せな場所から一気に裏方の裏方になってしまいます。一方、三木は IC カードと改札機の開発に没頭していましたが、 IC カードに反応した改札機が 0.2 秒でゲートを開けるための技術がうまくいかず行き詰まっていました。出会い。三木が行き詰まる中、ソニーの日下部進をはじめとする技術者たちが三木のもとを訪れます。
日下部たちは IC の技術を使って宅配便の仕分けを行う新技術を開発していましたが、莫大な費用がかかることから実用化できずに終わっていたのです。行き詰まるミキと開発を断念した日下部が出会い、 IC カード対応の改札機の開発は新たな一歩を踏み出します。平成2年、ミキたちの開発が進む中、 JR は磁気式自動改札の導入を決定。このことはミキが思い描く IC カード対応の改札機が導入できなくなることを意味していました。さらにこれを受けたソニーもプロジェクトからの脱退を決定し、ミキは行き場をなくします。ある日、ミキは知り合いから香港の公共交通機関をまとめて生産できるシステム開発の入札の話を聞き、すぐにこの話をソニーの日下部に提案。ソニーは香港の大事業を手掛ける千載一遇のチャンスのため入札参加を決定します。この時のミキの本当の思いは、ソニーが香港の入札を勝ち取ることではなく、もう一度ソニーに IC 技術を開発するための挑戦の場の提供だったのです。ミキは日下部たちが志半ばで開発を諦めざるを得ない辛い状況で、自身も夢を諦めたくない思いがあったため、香港の事業を新たなきっかけにしようと考えたのでした。実用化試験。ミキは IC カードとそれに対応する改札機の実用化を兼ねた試験を実際の駅で行わなければいけないと考え、 JR の施設管理責任者のもとを訪ね直談判に出ます。 JR の責任者はミキの話を身を乗り出して聞き入り、サービス改革として大きな革命につながるとミキに協力することを約束します。ミキに協力を申し出た男こそが、6年前に車両整備から裏方の施設整備に配置転換された椎橋昭雄だったのです。椎橋は配置転換後も駅施設の快適化を推進し、その功績が認められ、東日本の1700にも及ぶ駅を束ねる施設課長に上り詰めていました。鉄道研究員のミキと JR の施設課長の椎橋はすぐに協力し、駅に自動改札機を設置。職員や JR 役員に IC カードを配布し、試験的運用を始めます。しかし IC カードをかざす方法は人によって千差万別で、ゲートが反応するときとしないときがあることが判明。さらに IC カードのバッテリーの電解液が乾燥し蒸発してしまう問題も露呈。試験に参加していた JR 役員たちは怒って IC カードをミキに返し付けてくるほどでした。この状況にミキはただ耐えるしかなかったと言います。そんなある日、開発がうまくいかないことを聞きつけたソニーの日下部たちがミキを訪ねてきました。日下部たちは香港の入札用に新たに開発した IC カードをミキに見せますが、それは電力を必要としないコイル式で極めて画期的なものでした。さらに椎橋たちからタッチ&ゴーという合言葉が提案され、利用者にはカードを改札機にタッチする習慣を植え付けさせ、難局を乗り越えます。いざ導入。ミキと椎橋は IC カードと IC カード対応自動改札機の開発のめどは立ったものの、実際に導入するのはとてつもなく難しいことは分かっていました。試算では全駅に導入する場合400億円が必要。国鉄から民営化された JR にとって経費削減が命題の中、
とても捻出できる金額ではなかったのです。ある日、椎橋は駅の磁気式自動改札を眺めていたところ、毎日数千から数万の切符を読み込み吐き出す改札機は部品の摩耗も相当なものだと気づきます。磁気式はメンテナンス費用が膨大にかかるのに対し、 IC カード式はメンテナンス費用がかからない。椎橋は長期的なコスト計算ではIC カード式の方が分があることを証明します。その計算は全ての駅の磁気式改札機のネジ1本から切符の紙台まで途方もない膨大な作業となり、合計で1年を費やしました。その後迎えた役員会議で椎橋は徹底した計算結果を根拠に、 IC カード式は磁気式よりも 30% もコストカットできることを説明。さらに IC カードは電子マネーにもなることを主張し、利用者にとって小銭いらずの快適なサービスになると畳みかけたのです。そして満場一致で IC カード式の自動改札機導入が決定したのでした。424駅、3000の改札の設置は世界最大規模の導入工事となりますが、2年にも及ぶ準備期間を経て、平成13年11月18日、IC カードスイカはトラブルなく実用化が始まりました。夢を叶える強い気持ちから生まれた執念。みんなが喜んでくれるサービスを提供したいというホスピタリティ。そして、それを実現する世界一の技術力を持った民族、それこそが我ら日本人。これらが集結したからこそ実現した技術です。今日でも数多くの利用者を瞬時に正確に導き出す改札機には、このような執念と情熱のドラマが隠れていたのです。日本人にとって身近な自動改札機には一瞬で通り過ぎるにはもったいないほどのドラマが詰まっています。随時更新中。最後までご視聴いただきありがとうございました。現代の日本において一人一枚は保有しているとされる IC 機能付きカード、最も流通しているものは公共交通機関を利用する際に使うスイカやパスモではないでしょうか。この小さなカードには日本の技術者たちの執念とより良いサービスを提供したいという熱意がこもっていることはあまり知られていません。もはやなくてはならない存在になった IC 機能付きカードの開発は日本人のひたむきな努力、執念、そして情熱がなければ誕生していなかった。電機メーカーと協力し、鉄道用の IC カードとカードを読み取る改札機の開発に着手しますが、37兆円の負債を抱えた国鉄は解体、3万9000人が退職、6つの旅客会社 JR に分割されたのでした。解体後の国鉄は大幅な人事異動やサービス改革が実施され、去るも地獄、残るも地獄とさえ言われるほどの組織改革が続いていました。そんな中、組織改革に不安に怯える一人の技術者がいました。引退まで追い込まれていたのです。昭和60年国鉄の技術開発研究員三木明夫はこの事態に危機感を募らせていました。この頃、私鉄各社は改札の混雑緩和を目的とした自動改札の開発に注力し、利用者から支持を得ていましたが、国鉄に関しては一向に改札の混雑は解消されない状態が続いていたのです。三木は鉄道事業そのものを抜本的に変える改革が必要であると考え、
ある一つの新技術を活用できないかと模索していたものの、こだったはずです。今回は小さな IC チップに全てを捧げた日本人技術者たちの執念のドラマです。新技術。昭和50年代、国鉄は全国に展開した鉄道の運営がうまくいかず、毎日50億円の赤字を出し続けていました。合理化を図る経営陣と労働組合の争いが激化し、乗客を置き去りにしたままストライキで電車が止まることはしばしばでした。利用者からは抗議が相次ぎ、国鉄は破綻寸前の状態、答えを出せずにいたのでした。その新技術こそが IC 集積回路です。三木はIC の技術を勉強していく中で画期的な発想を考案します。 IC チップは離れた端末に記憶した情報を無線で飛ばすことができるため、これを駅の改札に設置すれば混雑は解消されるはず。この夢の技術を実現することにかけてみようと決心したのでした。国鉄解体。昭和62年、三木は